すごい、切ったハットできないんで。さて、やりましょうか。はい。ぼちぼち始まる感じですね、多分。もう始まってます。なんで。え、そうなんですか？もう始まってる、うん。始まってますよ。ライブって出てるよ。本当だ。ここどうやってライブって配信、あ、左上に出てますね。はい。この、こっそり始まるのがホニャララライブのいいところです。皆様に少しでもオフの顔をお届けしようというわけでもないんですけど、こんばんは。見てくれてる方もいますね。はい、こんばんは。そうですね、もうコメントインありますね。そう、コメントっていうところ。あ、こっち側に。はい。あ、さっきスイッチャーがあると思うんで、はい。あ、なるほど。はい。はい。ということで、あ、こんばんは、皆様。今日は美味しい回です。確かに違いない。ゲストはですね、サンペダルの陽子さん。よろしくお願いします。なるほど。お付き合いください。よろしくお願いします。ヴィーガンフードクリエイターという言い方されてますか？そうですね。もう最近何をしているのか自分もわからなくなってきましたが、フードクリエイターという名前でやらせていただいてます。あ、最近は何をされてるんですか？まあフードクリエイトしてるんですよね。そうです、一応主軸はケータリング、ヴィーガンのケータリングをしてるんですけども、はい、まあ、最近はそのオリジナルの商品を販売していたりとか、まあイベントをキュレーションしてをやったりだとか、あとは、まあ、国内外問わず旅をして、そこからいろんな人を、まあ、私がつながって、まあ、あとは人をつないだりとか、そうですね、とにかくいろんなものを、いろんな直感的にやりたいなという思ったことをやってます。なんかね、この旅っていうキーワードが割と浮かび上がってくるんですけど、旅の話はちょっとじゃあ後でしてさせてもらって、まずそのフードの方、ヴィーガンフード、ケータリング等々商品、これね、さっきじゃないや、いただいたんですけど、こういうのもね、作られてるんだよね。欲しい。こういうのがね。ありがとうございます。超美味しかったです。ハーブ塩ですよね、これ。そうです。16種類のハーブとスパイスをブレンドしたお塩で、まあ、サンペダルとしては初めてのオリジナルの調味料になってます。うん、なので、ケータリングなので、やっぱりこう、お店があるわけではないので、普段食べられる場所がやっぱりないので、少しでも家庭でサンペダルの味を楽しんでいただけたらなと思って作った商品です。なるほど。その、陽子さんが作るお料理の、なんていうんですかね、特徴というか、ポリシーみたいなものってどういうところにあるんですか？一応、ジャンルで、まあ、組み分けすると、ビーガンっていうくくり付けにはなるんですけど、まあ、ビーガンの方だけにもちろん届けているわけではないので、まあ、その、うん、まあ、でも一応、お肉、お魚、卵、乳製品を使わないということと、あとは、ビーガンとは限らず、ビーガンの中でも、その一応お砂糖甘味料を使わないっていうところ、まあ、フルーツだけの甘味料でお料理を作る。あ、フルーツでやるんだ。はい。あとは、まあ、疑似肉と言われ、まあ、大豆ミートとか、加工品の、そういうお肉の代替品を使わないっていうのが一応、サンペダルとしては、作らせていただいている、そのジャンルとしては、そういうところなんですかね。大変。いかんながら、井出はまだ食べたことないんですけど。何を言い出すかと思えば。そうなんですよ。ちょっと本当はこのライブでも、もはやお二人にお弁当を届けて、目の前に。それ最高じゃん。それやりたかったわ。こうやってね、こうやってね、実は手元にあるんですっていう。本当はやりたかったんですけど、ちょっとさすがにこの10時にお届けするのもあれかなと思います。ゆうじさんはあれですもんね。僕はあります。ね、幸か不幸か、いや、幸か不幸じゃない。幸いなことに、仕事、現場で、お弁当をですね、いただいたことがありまして、まあなんか、そうですね、こう、
いや、遺憾ながらって僕まだ言いそうになったけど、遺憾でもなんでもなくて、いや、すごかった。いや、僕のこれ買ったら感想なんですけど、僕も実は、2009年から、10年弱ぐらい僕はベジーだったんですよ。うん、僕はラクトーボベジタリアンだったんで、だから肉は食べないけど、乳製品と卵は食べる、あとたまに、お魚も食べるからペスカタリアン系のラクトーボベジタリアンだったんですね。で、まあ、体調壊したことをきっかけにちょっとまあタンパクを取るようになった、まあ、動物性のタンパクを取るようになったんですけど、でもやっぱりベジの料理でいくと、なんていうんですかね、どうしてもこう なんとなくパターン化してしまうというか、まあ、それは僕の料理のスキルがどんな大したことないからなんですけど、まあでも言うても なんとなく味の系統というかが、こう、ちょっとこう、いわゆる肉を使ったものに比べちゃうと、どうしてもパターン化してしまうというか、まあ何か物足りなくなってしまうようなことが結構あったんですね、僕個人的に。あとは、当時はだからベジだからベジタリアンのお店に行くこともあったし、当然そういうお店でご飯を食べることも、そういう専門食を食べることもあったんですけど、何かが物足りない、何かちょっともうワン、味としてもね、プラスアルファ欲しいとかあったのに、洋子さんの、なんていうんですかね、食事、その弁当とかをいただいたときは、なんていうんですかね、そういうものとはね、もはやちょっと別ジャンルというか別次元で、いろんなものをビヨンドしてる感じだから、ちょっとそれがね、僕驚きでした。例えばですよ、じゃあ、井出さんに分かりやすいように説明すると、普通って言い方は好きじゃないけど、料理で言うと、じゃあ、鶏肉のなんちゃらソースがけとか、パスタもそうじゃないですか、スパゲッティあるなんちゃらみたいな、つまり、主が来て、ソースがかかってくるみたいな、うん、つまり、なんか、主と副みたいな、なんとなくそういう関係性がある、その、ディッシュというか、ね、まあ、プレート料理って多いと思うんですけど、洋子さんのやつは、多分ね、もう、主とか副とかないんですよ。もう、なんか、まあ、ちょっとね、写真が書かないから、ちょっとなんとなく表現して できないんですけど、僕はちょっと、口頭では説明できないんですけど、もうね、異次元ですね。主と副がもう混ざり合ってるんですよ。これは何なんだみたいな。食材見たら確かに上になんかレンコンとか乗っかってる、レンコンとかなんか乗っかってるから、パッとわかるんですけど、あと色合いもやばいし、もう、いわゆる、いや、色がやばい。もうね、普通のベジタリアン料理ったら普通のベジタリアン料理をやってる方に怒られそうであんまりこんなこと言えないんですけど、の、ちょっとなんとなく、ちょっとこの、トーンが弱い感じを、もうね、うん、3段階ぐらいね、裏切ってくる感じがやばいです。これインスタ画面に出してもいいですか？あ、もちろんもちろん。ちょっとこれだけ言っていただいて、井出さん食べていただいてないのすごい残念。そうですよね、そうですよね。今から作って届けたらライブ終わりまでに間に合いますか？それ新しくていいじゃないですか、なんかクッキー。すごいすごい乗り気になっている。今どちらなんですか？私幡ヶ谷です。ああ、まあまあ近いよ。近いよ。それしかもガチで間に合うやつですね、多分下手すると。間に合うやつですね。すごいな。いけちゃうな。ダララチャイニー史上初めてのゲストがちょっと不在になる。で、なんかピンポンって、ピンポンって届くんですよね、しかも。井出さんの画面。でもさっきのユージさんの。ん？え？はい。いや、さっきのユージさんの説明がさ、まあまあ、新手の食テロみたいでしたよね。まあそうですね。なんか、ユー見てないんだみたいな感じでしたよね。みんなめっちゃお腹空いてきてると思うよ、さっきの話。うん、でも、本当繰り返して申し訳ないんですけど、そのいわゆる、まあ、僕もだから料理好きな方ですけど、だから何を、その例えば何だろう、酢豚でもメインが豚じゃないですか。で、野菜の、うん、なんか写真出てくる。そう、なんかでもビジュアルがね、そういう感じじゃないんですよね。ねえ。まあもちろん味もですけど。お弁当はやってらっしゃるんですか？あ、お弁当もケータリングか。はい。そうですね。一応ケータリングの中に分かりやすく言うためにケータリングって言ってるんですけど、お弁当も、まあコロナでやっぱ需要増えたので、お弁当も最近は。あ、店頭販売があるじゃないですか。店頭販売。あ、違うか。これ、店頭って、サンペダルの店頭って意味じゃないんですね。ラジオか、ちょっと、キンキンは2月に伊勢丹でサンペダル旅のイベントやっていて、はいはいはい、その告知がすごい続いちゃってて。そうか、そうか。そういうことか。何もフードがあんまり載ってない、インスタになっちゃってます。
あ、でもこれとかね、このピンクのレンコンとか謎。ほら、もう超ビビッドっていうか。一応野菜の天然の色素だけで、もちろん料理は全部。すごい。綺麗。あれ、今って変な質問していいですか？これ画面ってもしかしてスクロールしてます？あれ、見えてないですか？あ、見えてない。僕見えてない。僕見えてない。なんか固まって、なんか動いてないですね。本当だね。俺しか見えてないやつですね、これ。はい。なぜか固まってますね。あれ？と思って。本当だ。あ、こっちなのか。動いた。これでどうですか？あ、来た。あ、来た来た来た。あー、ごめんなさい。この辺は結構伊勢丹の告知。あ、でもお弁当映ってますね。さっきね、これ見てた。あ、お弁当ありますね。これ見て一人でお弁当やってんじゃんって興奮してたんです。ああ、そう。やばくないですか？やばい。もっといい写真があったの。ちょっと下に行ったら分かりやすいっていう意味でね。あ、これ。この感じですよね、きっとね。あ、そうですね。これはケータリングのボックスですね。うん、ああ、すごい。あ、すごい。これ見てピンクのレンコンとか言ってたんです、私。そのバラは大根です。おぉ、すごいなぁ。なんかもうジオラマみたいになってますもんね。すごいですよね。これ、どんな味すんの？わかんないでしょ？わかんないでしょ？そうなんですよ。だから、普通、ね、だから、例えば、伊田さん、もう一回続けていいですか？うん、じゃあ、伊田さんほら、なんだっけ、ほら、お好きな、なんだっけ、冷やし中華とか、チキン飯店のことでしょうか。あ、そう、とか、はい、って言ったら、なんとなくどんなものがやってくるかって、想像つくじゃないですか、頭の中で。酢豚定食って言ったら、なんとなく想像つくじゃないですか。もうね、洋子さんだったら想像つかないし、形容できないんですよ。類似品がないから。唯一無二な感じですね。いや、本当に。それを目指してたので、ゆうじさんにそうやって、具現化していただいて、めちゃくちゃ今、嬉しいです。いや、僕、ほら、こういう言葉しか喋れない人なんで、もう、そんな感じです。すごいよ。コメントでも、お花のアレンジみたいですねとかさ、自然を近くに感じるパワーとか、いろいろ。そうだから僕の中ではビーガンケータリングとかビーガンのっていうのがまず一番にどうしてもこう肩書きが、まあね、来やすいと思うし実際そうなんだと思うんですけどなんか それだとこの美しさが伝わらないというか、ね、そうなんかそこがもったいない感じがして、ね、なんか何かないのかなっていうのを前から思ってました。そうですなんか最初はビーガンっていうことを強みにしてすごいアピールしてたんですけど、最近は逆にそれを言わないように、なんか、こう、やっぱりビーガンっていうことで、その固定概念から最初に入っちゃうと、食べるときもそこから入っちゃうので、そこをなんかもう、ビーガンだから美味しいよねとか、ビーガンの中では美味しい。やっぱカテゴライズされてしまうともうそこから抜け出せなくなってしまうというかですよね。なんかそこの枠組みを取っ払って、うん、もうシンプルに食べてもらって、うん、美味しいか美味しくないかだと思うので結局見た目も大事ですよね。ですよね。僕が占いっていう言葉について、感じてるところと全く同じですね、うん、占いって言った瞬間になんかねビジネスパーソンが3歩下がっちゃうみたいな。だから絶対僕占いって言葉を使わないんですけど、うん、はい、まあなんか比べちゃうと失礼ですけど、なんかそれ近しいものを感じましたなんか。いや本当そうですね。最初なんでビーガンっていうことですごい、まあなんていうのこれを言うと語弊があるんですけど、もちろんビーガンの料理を作ってることを誇りにも思ってるんですけど、でもビーガンじゃない側面をもっと伝えて、なんて言ったらいいんだろう、すごい難しいんですけど。なんかこの今のこことかもガチで絵みたいですもんね。いや、本当に。すごい。もう、入りさんがもう食べたことないのも、本当にもう悔やまれます、本当に。いや、ちょっとやっぱり。だってさ、これさ、メニュー書いてあるんですよ、ここにね。メニュー見てもわかんないの。はい、フュージョン生春巻きでしょ？それから。あ、これそうかな。これ、ダルカレー、いなり寿司、豆腐、カシューマ。カシューマよ。何こっちゃって感じですよ。何なのかわかんないですよ。そう、これがね、やっぱね、異次元味ですよね。すごい。はい。
それ見ても絶対想像つかないですね。でもなんか、人間ってそうするとこうワクワクするというか、高揚するというか、どんな味がするんだろうってご飯普段食べないと思うんですよね。きつねうどん出てきたら、あの出汁の味と、こう揚げを食べた時のじわっとした感じとっていうのは、すごいやっぱり、それをこう親しみを感じて美味しいって感じる場合と、うん、まあ、ちょっとじゃあ分かりやすく言うと、じゃあミシュランレストランとかに行って、もう何が何だか分かんないような感じで料理がこうパカーって出て湯気が出てみたいになると、まあ、なんかまた別の違ったこう興奮が出てくるというか、なんかその感じは私は昔からこうご飯を食べに行くってすごく好きで、なんかケータリングでもそれを体験してもらいたくて、こういうスタイルに多分というかしたんですよね。で、そうすることによって多分ビーガンっていうことに対して、私が始めた時やっぱすごいこうマイナスの側面から入る人がすごい多かったので、それこそ5、6年前に始めたんですけど、うん、ってなるとやっぱりビーガン味気ないよねとかお肉ないよね、物足りないねみたいな、野菜だけでしょみたいな、そういうところがやっぱすごいあったので、まずそこを取っ払って見た目とどんな味がするんだろうってなると、やっぱそこにどんな人でも一回食にこうフォーカスするっていうか、でそうすることで、でこう食べてみたときに、あ、予想と違う味だったとか、思ったよりこう、親しみやすい味だったとか、こう、なんだろう。咀嚼してちゃんと感じて食べてもらえるというか。やっぱこう、味が分かってると、もう勝手に口に運んで食べ終わってるみたいなことも、やっぱ現代の人多いと思うんですけど、忙しかったりすると。それをこう、少しでもなくしたかったというか、まあ、なんかそれが別に単純に私はビーガンだったっていう。もうだって、このビジュアルのお弁当がバッて出てきたら、もう絶対にながら食いとかとてもできないだろうし、もうなんか肉がないから味気ないとか、物足りないとか、もう絶対に言わせないような、この圧倒的な迫力っていうか、があるし、あと僕実際ほら実食したことがあるからわかりますけど、てかなんかすごいなんかレビューみたいな、ずっとレビューみたいになってますけど、だからコメントが、なんていうんですかね、あのね、口の中がね、アマゾン探検隊になるんですよ、毎食。あの、毎回食べるたびに。あの、口の中がアマゾン探検隊。はい。いや、だって、ご飯食べるときって、そら、なんかほら、あの、ね、もちろん、この、味覚でね、感じるし、あと、この触覚っていうか、この、食感でも味わうじゃないですか。そう。それを、ね、あのね、絶対手を抜けない感じですよ。わかります？この感じ。うん。はい。わかる。これは。新しいもんね。ていうか、これお花？あ、下はお花ですね。ヒデさんのもう頭の上にもうハテナが。いや、なんかさ、そのアートとかでもそうだと思うんですけど、どう作ってるかとかがね、分かるものってやっぱ面白くないんですよ。なんていうか、見て作り方が自分の中でトレースできちゃったりするものって、まあ、なんていうか、言い方悪いけど、その、なんていうかな、レベル、クオリティとしては平凡な感じがしちゃってて、でもやっぱどう作ってるかわかんないとか、どうなってるかわかんないみたいなものって無性にワクワクするみたいなところがあって、このなんか今、まあ、お料理ってさ、最も身近なクリエイティビティだとも思うんですよね。誰にとっても誰でもできるし、なんなら自分で食べるものだしね。で、それで言うとさ、それなのにもかかわらず、全く何のこっちゃよくわからないっていうので、ちょっと今ね、軽く衝撃を受けてるところ。カルチャーショックみたいな感じだよね。ぜひ。すごいですね。世の中、アマゾン探検隊をぜひ。ユージさんの表現もだいぶ面白いけど、ね。ちょっと思わずスクリーンショットを撮ってしまいました。アマゾン探検隊のコメント。あ、これちょっと一回じゃ画面下げますね。はい。はい。よいしょ。はい、ということで、すごいね。なんかさ、このお塩すごい美味しかったんですよ。今日お魚にかけて僕食べたんですけど、すごい複雑。複雑だね、そうね。複雑で面白くて。なんか、ほんと普通の焼いたホッケとかなんだけど、もう全然違う料理にかけただけでなるみたいな感じが、ちょっと面白かったんですけど。でも今の写真見ちゃうと、もうなんかあれだね。ちょっと悔しいよね。ヒデさんは塩を、塩しかまだ食べて
てないっていう。あれはね、でもみんなも食べてみたいでしょうね。なんかパッと見て、なんかどういう味なのかって想像できないっていうところが面白いなと思って。本当ですね。はい。まあ、多分、どうでしょう。まあいろんな本当に才能のある料理人の方が本当にたくさんいらっしゃるから、まあそれを比較するわけでもないんですけど、まあ、なんかこう、いろんな国だったり、いろんな人に出会ったり、それをもう、なんかこう、旅先よく行って、このレストランとかの味をこう、真似して作りましたとかっていうのよくあると思うんですよ。旅先で学んだものとかを。なんか、それは逆にできなくて、なんかこう、その時の温度感とか匂いとか、色合いとかを、こう、日本の素材と合わせて、なんか作り出してるっていうか、そういうとなんかすごいかっこいいことしてるみたいに聞こえるんですけど、全然、そんなことはなくて、なんか、なので、どの料理も、いろんななんか記憶が集合体になって、こう、できてるっていう作り方なんですかね。いや、やっぱあれですか、その涼子さんのお料理の、ベースというか、にあるのは、やっぱその旅というか、自分の実体験みたいなものはすごく大きいんですかね。そうですね。まあ、こんな形でお料理をね、人に作らせていただいてるんですけど、まあ、キッチンの経験はなくて、まあ、料理人としてのバックグラウンドが本当にないので、まあ、本当に、父と母の影響と、まあ、その、家でのお母さんのお手伝いレベルから、まあ、あとは本当ひたすら食べ歩いてっていうのが軸なので、特になんか誰かから学んだっていうのは本当にないんですけど、そうですね、いろんな食材に触れたり、いろんな人と食卓を囲んだりっていう意味では、すごいいろんな経験をさせてもらったかなと。ヴィーガンというものに、まあ、目覚めたというか、もともとあれですか、そのヴィーガンだったんですか、ご家庭も。いやいや、全然そんなことはなくて、父は漁業関係の仕事をしていて、もうとにかく、美味しいお魚しか食べさせないような、本当に食にこだわりのある父親で、海外出張も多かったので、まあ海外で作ったものとかを、こうなんか聞いたこともない、こう、ちょっと料理を作ってくれたり、まあ、このレストランのサラダが美味しかったからシェフにわざわざレシピを聞いて、今日は作る、みたいなことを言って、本当に食にすごい関心のある人で、まあ、出身は本当宮城県の石巻っていう、すごいもう本当に田舎の港町なんですけど、まあ、いろんな食材が豊富にあった、そんなすごい、都会ではなかったんですけど、うん、父親がすごいやっぱいろんな料理を作ってくれたのはすごい影響を受けていて、母親はマクロバビオティックとか、そのオーガニックとか添加物にすごく気をつけている母親だったので、まあ、その、いわゆる、マクドナルドは食べさせないみたいな、こう、わかりやすい。冷凍食品のお弁当入ってないみたいな、そういう母親。で、まあ、その二人からの影響を、まあ、もろに、すごい受けてる感じですかね。だから、特にビーガンとかベジタリアンっていうわけでは全然なく、まあ、それを本当にきっかけになったのは大学生の時で、大学生の時に、2ヶ月ぐらいかな、ふとしたらなんか、お肉食べてない時があって、でその当時、まあ、10年前、ちょうど、いや、10年ちょっと前かな、だったので、そんなに、その、ビーガンというベジタリアンって言葉も知らず、まあ、その、ビーガンのお友達みたいな、その、海外交流のあるような時でもなかったので、本当にその言葉すら、そんなものすら知らず、たまたまなんかお肉を抜いた期間があって、わあ、なんか、体軽いかも。なんか、食べなくてもいいのかもっていうのがあって、でその時に、ちょっと、そこで固定概念が外れたというか、なんか、タンパク質イコールお肉みたいなのが、すごいやっぱその時若かりし頃あったので、その時食べなくてもいいのかもって思ったのきっかけに、まあ、ちょっとずつこう、オンオフで、2ヶ月が、まあ、2週間だったり、3ヶ月だったり、大学生の時に、まあ、なんか、誰かのきっかけにとか、何かを見たとか、そういうシーンではなく、たまたま気づいたら食べてなかったっていう、で、そこからその後大学卒業してイギリスに行って、そこでやっぱりベジタリアンフードがすごい豊富に
あったので、それでより、なんか、肉、お魚とか入ってなくても、こんなに美味しい、なんか新しいジャンルに出会って、なんかもう、楽しくてしょうがなくって、で、その時はビーガンっていう言葉は知らず、でもその時もそんなにイギリスでもビーガンっていうのが、そんなムーブメントになってなかったんで、やっぱ海外の友達から何でお肉食べないのみたいにすごい言われるぐらいだったので、まだちょっとアンチ派が多かったというか、そういう感じだったんですけど、まあでもそこですごいいろんなジャンルの、まあ、ビーガン、ベジタリアン関係なく、ベネズエラ料理とか、まあトルコ料理とか、の料理に触れることがもうとにかく楽しくて、そのあたりから食にどんどんのめり込んでいき、その時はチーズ屋さんと一緒に、まあ、ブリーとかコントとか、こういうチーズをこう切って、マーケットで売るようなことを最後お手伝いしてたんですけど、フランス人と一緒にチーズ切り売りして、最後は。まあ、でも私、ビザが働けないビザだったんで、お金もらえないんで、チーズでお買い物ってました。っていうぐらい、まあ、それぐらい食にのめり込んで、その時はそのチーズにすごい、関心があって、チーズにのめり込んでいき、その辺から結構ベジ寄りの食事になってましたかね。なるほど。そのイギリス行ったのっていうのは何でなんですか？イギリス行った時は、その当時は私、オーガニックコスメとか、その美容の業界にすごく興味があって、特にそのオーガニックコスメがなんかすごいこう、わーってなってる時だったんですよね。で、それで、なんかオーガニックコスメの仕事に就きたいと思って、まあ単純に学生の時、やっぱ外資系の会社が多いから英語を使えるようになりたいみたいな感じの感覚で、留学をふわーっと夢見てたんですけど、うん、そんな、いや、違うな。留学は諦めてたんです。留学はそもそもやっぱすごいお金がかかるし、諦めてたんですけど、そんな時に、まあちょっと、まあ言葉のあやにはなりますが、震災、宮城の震災が起きて、で、その時に、まあ父の会社が、まあいろいろ被災したこともあって、大学側がすごい援助をしてくれて、多分この話はもうしたことないと思うんですけど、まあクリスチャン系の、まあ普通の私立の大学だったんですけど、すごい人に対しても、なんだろう、バックアップがすごくあって、2年分の授業料が免除になったんですよね。そういうこともあって、いろんなバックアップがあって、その諦めていた留学の道が切り開かれ、でそれでイギリス留学を掴み取ることができたというか。なるほど。留学だったんですね、最初はね、じゃあね。そうですね。留学したいなと思いながらも、やっぱり私立の大学にも行かせてもらって、留学までっていうのはちょっと、いろいろ、金銭的にもすごいお金もかかるしっていうので諦めてたんですけど、まあ、そこで別の道が見えたというか、そこでイギリスに行ったことでかなり自分のいろんなことは、今のサンペダルにつながるいろんなことを開かれたなと思いますね。サンペダルは、ごめんなさい、サンペダルは何年ぐらいなんですか？この4月で6年目に入りました。6年経った感じですかね。さっきキッチンに入ったことがないっていうふうにおっしゃってましたけど、それお仕事としてって意味ですよね。で、なんていうんですかね、仕事として人にお料理を振る舞ったりとか、食を扱うようになるっていうのは、どこからなんですか？どういう経緯ってなっていったんですか？サンペダル始める前は、遡ると大学卒業してイギリスに行って、で、最後、イギリスから帰ってきて、帰ってきてからもチーズの専門商社で1年ほど営業していて、ずっと割と食には携わってるんです。やっぱミシュランのレストランとか、まあ、割とチーズを出すような高級な、お店から、まあ、ビストロみたいなお店に、まあ、チーズを卸すような仕事を1年間していて、で、そこから1年後、ビーガンのレストランで働き出して、まあ、ホールスタッフとして、働くようになり、そこで、まあ、3年ですかね。3年ほどお世話になって、レストランでマネージャーを3年やって、その期間中に、その3年の間に副業としてサンペダルの活動を始めているので、その辺から人に、まあ、最初は料理教室がスタートなんですけど、
始まって、ポップアップにそこからなり、なので副業っていう形でサンペナルを始めてますね。でそこら辺に。最初は料理教室だったんですね。最初は料理教室でしたね。やっぱポップアップっていうのはいきなりお客さんね、来るっていうのも自信なかったですし、料理教室っていうのを最初まあ二人お客さんが多分来てくれて、で、フムスかなんかの作り方を教えたと思うんですけど、それが結構始まりで、で、まあ最初はやっぱりそのコミュニティ的に主婦の方で、近くの知り合いからつながって主婦の方に料理教室をやってたんですけど、まあ、だんだんやっぱりその私が作ってるものがどんどんこう込み入った感じになってきて、主婦の方的にはちょっと多かった。スパイスがすごいから。そうっすよ。もうグリル1時間やったり、ちょっとこれ、洋子さんできないかもしれないですみたいになって、で、それで、普通にご飯食べたいですっていうふうに言ってくれたことをきっかけに、あ、じゃあちょっと料理教室一回やめてポップアップやってみましょうっていうので、ポップアップに切り替えたら、お客さんがどんどん増えていって、まあ、最初16人だったお客さんが、まあでもその時普通にフルで、正社員で、しかも店長で働いてたんで、もう月に1回そのイベントをこうやるっていう。で、その一応その当時はまだ副業が NG の時代だったんで、まあ社長にも、まあこう、隠してというか、あんな感じでこうやってて、で、最初はまあ16人ぐらいのお客さんだったんで、ハンドリングできてたんですけど、月に1回やっていくごとに20人、30人、40人、50人、60人ぐらいになっていっちゃって、ね、その辺からちょっと隠しきれなくなってきて、インスタもね、こう更新しだしてた時期だったんで、これ何らかの形でこう、嫌なね、店長としてのやっぱ責任もあるし、サンペダルの活動も大事にしたいけどっていうので、社長に、まあ、予約人数が30人超えたぐらいから、一回社長に、いや、実は、こういう活動をしててっていうのをドキドキしながら言ったら、もうすごい懐の深い社長で、私はこれを聞かなかったことにするっていうことを一言言ってくれて、まあ、無言で応援をしてくれたんですけど、っていうので、まあ、後半60人ぐらいになってきて、もうちょっと、自分がやりたいことと肉体がもうついてこなくなってきて、うん、それはちょっともう副業レベルではなくなってきたので、そこで、まあ一回、まあそのもうだいぶ前から辞めるっていう話はしてたので、でそこで半年ぐらい前に辞めるっていうことを伝えて、その辺りで、副業っていう形は辞めて、サンペダルとして。なるほど。ちなみにですけど、星の世界とのちょっと一応整合を取りたいところもあるんで、そのサンペダルとしての副業を始めたのが大体何年ぐらい前か覚えてますか？それがその6年前ってわけじゃないですもんね。それが6年前っていう感じでいい感じですか？ではない。そうだと思います。そう言われると、すごいインスタ遡る。もっと前か。10年前が22歳。23でイギリス。24でチーズ商社。25。26、27でビーガンレストランで、26ぐらいから多分、野望はなくても活動を始めてるはずなんで、と、うんうん、いうことは、でもやっぱ6年前ですかね、そしたら。うん、うん、そうですね。星とも合致しますので、それで OK です。うん、答えは、ね、なるほど。すごいね。今のお話なんか感動的ね。なんかこう物語の始まりを知れるってちょっとなんか震えますね。うん。でもなので料理人になるなんて本当思ってなくて、ポップアップやってる時も、なんかこう、まあ好きで自分のやりたいことを伝えたいことを発信するために、ポップアップ、サンペダルとして活動を始めたんですけど、まさか仕事を辞めて本格的にやるなんていうのは本当に思ってなかったですね。
本当に。ちなみにですけど、まあ、今の感じだったら、なんとなくこう自分の今こう、ひらめきというか、まあ、やった方がいいのかなって思ってるかどうかわからないですけど、まあ、目の前にあるものをこうやっていくと、その流れにちゃんと乗っていって、まあ、ストーリーが展開していってるっていう感じだと思うんですけど、逆に、今後、こうなりたいとか、こういうことを考えてますとか、まあ、言える範囲でいいんですけど、なんかそういうのってあったりします？あります。なんか、今までは、もう、本当に、まあ、コロナなる前ぐらいまでは、本当にサンペダルっていうものと、ビーガンっていうものをすごく固執していて、例えばですけど、その、ありがたいことに雑誌の方からレシピのなんか依頼とかが来ても、断ってたんですよ、全部。なんかそれぐらい、こうなんか、なんだろう、自分のものをこう誰にも伝え、なんか知られたくないっていうのと、あとは多分その、誰かを人を介入させるっていうこともすごく嫌で、なんか人に任せて何かをやってもらうっていうことすらすごい嫌だったのが、どんどん今、手放すっていう言い方もあれなんですけど、手放していて、まあ、サンペダルをよりいい形で広げていけるように、より多くの人に届けられるようにっていうふうに今気持ちが変わっていっていて、多分なんかこう、レシピとか公開されることで、自分以上に優れた人がどんどん出てきて、なんかそれが、なんか比べてしまってっていうふうに昔は多分考えて、なんかそういうふうにあんまり考えなく多分なって、自分は自分っていうのが多分すごい見えてきたのかなと思って、ほんで今ちょっと今まではその自分の場所を持つことだったりとか、まあお店がないっていうのもそうなんですけど、そういう考え方だったのが、もうちょっとずつ今、新しい動きとして、今年かな、ちょっと今、場所を探したりとか、より今までこう限定品で、まあ、そのエナジーボールとか届けられなかったものをすごくたくさん求められてるけど作れなかったり自分が作ろうとしなかったりっていうところがどんどんちょっと信頼できる人を入れて、こう、より大量生産って言うとちょっと言い方は違うんですけど、場所を一つ作ってより多くの人に届けられるように変えていく。で、それで自分には自分にしかできない旅をすることで人と人をつなげたりとか、なんかこういい意味でサンペダルを手放すって言った。まあ、でもサンペダルをいい意味でこう一人で全部背負ってたのをいろんな人と一緒に持ち上げて、こう車輪を2個3個4個にして進めていけるようにできたらいいかなって思って、すごいちょっと抽象的ですけど。ということはサンペダルがサンペダル図になるんですね、じゃあ。そういうことかもしれません。いや、いいと思う。でも、それも面白くて、なんかこういう方はすごいもう本当に恐縮なんですけど、もうね、もうドンピシャそれが星に出てるんですよ。なんか逆に陽子さん自体の、その今回の人生の課題が、実は、ある意味、陽子帝国の拡充、拡大みたいな感じで、でも帝国にしようと思うと、やっぱり一人だと帝国にならないんですよね。まあ、言い方が悪いんですけど、そのちゃんと自分を担いでくれる人がいて、支えてくれる人がいて、帝国のあれをこう意を示してくれる人がいて、でそれをこう、ね、楽しんでくれる人がいてっていうことなので、だから逆に言うと自分のその手放すっていうのがまさにその、ね、宗派理じゃないかもしれないですけど、でもそういう感じでなんかその手綱をこう緩めたことによってもっとわーって広がっていく、その広がりを許すみたいなところも今回の人生やっぱり課題になってるんですよ、星で見ると。で、これ実は井出さんと若干近いんですけど、多分陽子さんは、なんか、もらうこと、自分からギブすることは得意かもしれないけど、多分もらうのとか、してもらうのとか多分苦手なはずで、はい。で、そこは多分井出さんとちょっと近いものを感じるんですけど、なので、だから、ほら、さっきもほら、人にお願いするとか、なんか人にね、まあ、いろいろこう公開するとかっていう、だから自分が完璧になんかそのプレイヤーを、手放さなくてもいいけど、プレイヤーの部分をちょっと落として、ディレクションみたいな、なんかポジションに上がるみたいなところが結構多分今回のですね、鍵で。はい。それがうまくできるようになると、多分めちゃめちゃ伸びるっていうか、魂的にはすごいこう褒められるというか、まあ上司から褒められるんじゃないかなって思います。与えることは得意ですが、もらうことを苦手ですね。ですよね。あ、いいです、いいです、みたいになっちゃう可能性もあるので、ちゃんとそれをもらって、そこでだから、ね、まだほら、この循環が生まれるわけで、その循環を、だから、まあ、こうね、こう
こう止めないっていうことが多分すごい重要で、うん、でまあその冒険的な役割、僕だけだからほらアマゾン探検隊とか言っちゃいましたけど、でもそのなんか冒険のエネルギーがやっぱりすごい陽子さんすごく強くあって、でそれがすごいあそこにギュッとこう凝縮されてる感じっていうのを僕はまあ勝手にバイブス認証したわけなんですけど、はい、だからそれ新しい食材を見つけるとか、なんかいいものを発見するとか、まあだから多分もっとそういう動きが多分これから広がっていくんじゃないかなと個人的には勝手に思っていて、でそれで多分陽子さんがじゃあどこどこのお塩、どこどこのじゃあわかんない野菜とかで、こうまあある意味なんていうんですかね、こう認定できる方なんですよ、波動的に言うと、あの保守的に言うと。なのでこれが私はいいと思いますっていう、なんか陽子ワラントみたいなことがこうねできると、それでこう世の中にそれが広まっていって、そこも潤う、でそのコラボ商品も売れる、それを知ったユーザーも嬉しいみたいな感じで、だから本当に三方よしみたいな感じの、その多分循環が作れる方だから、でもそれをするには現場を任せなきゃ、ある程度任せなきゃいけないしとか、なんかもう勝手に星読みコーナーみたいになってますけど、なんでそういうようなあのなんかこう動きというか制度というか、なんか土台を構築していくのがもしかするとこれからのちょっと課題なんじゃないかなっていうのはちょっと思ったりしますね。まさにそういうふうにしていきたいなと思っています。うん、っていうことね。やっぱりなんでしょう、共感投票すごい楽しいんですけど、その人が見せるところに、はい、まあちょっと特殊、まあ特に私が届けてる現場って、まあファッション誌だったりとか、まあ広告だったり、こう、まあ、何かをこうクリエーションするアーティストの方の集団の現場にまあ届けるっていうことがすごく多くて、まあその方々のそのクリエーションの糧になる。そのお弁当でやっぱりそのクリエーションの良し悪しが決まるぐらい、やっぱすごいお弁当って大事なもので、なんかやっぱそういうプロフェッショナルの人たちに届けてるっていうのは、自分的にもすごくモチベーションになるし、まあ、サンペダルが築けてきたのはもう本当にそこがあってからなので、ただやっぱりやりきって、まあもう3年間ぐらいかな、もう本当にオーダーは断らないぐらい来た案件も全部受けてて、週に3ぐらいで徹夜してもう常にやるみたいな感じの時期がやっぱりあって、まあありがたいことにこう SNS がちょうど爆上がりみたいな時だったので、インスタでこう上げてくださる時によってもすごいこう勢いでいろんなところからお弁当の依頼が来る時期がやっぱり急にこうありがたいことに、まあポップアップで副業でずっと地道にやってきたんですけど、ケータリング始めてからやるとこうポーンとこう感度の高い方々がやっぱすごく周りにいたおかげで広がりがすごい早かったんですけど、やっぱそれが3年ぐらいやって、まああと朝の現場だったり昼の現場だったり夕方の現場だったり、まあ物量によっても作る量も違うので、まあ慣れないとやっぱりこうどうしても生活サイクルがもうぐちゃぐちゃになっちゃうっていうのは、やっぱすごい楽しいんだけど、ちょっと体がしんどいみたいな時期がやっぱ少しずつ出てきて、そうなった時にこんなにもう最高に楽しい仕事をこのまま続けていきたいにはこのままではいけないっていうことにようやくそこで気づいて、こんなことに別に体を壊したとかなんかそういうことはなかったんですけど、もうそれをきっかけにはちょっとサンペダルとしてのあり方を、自分のこれだけ好きな仕事を続けていくためにはちょっとやり方を変えていかないとこれはダメだなって思った時に、まあその調味料だったりとかを作ったらいいんじゃないっていうふうにアドバイスしていただいたりとか、まあそのコロナをきっかけに、まあ強制的に海外に旅が行けなくなったっていうところで、っていうので、ちょっとその、地方に目を向け出したら、その地方で、まあお二人もすごい旅をね、行かれてる方々なのでわかると思うんですけど、やっぱり地方の面白さ、今まで日本っていうところにベクトルを向けてなかった自分が恥ずかしいぐらい本当に面白くて、人も違えば、ちょっと隣の県になるだけで、パートナーシップのあり方も違ったり、もうその、作物の違いだったりとか、それがもう本当に面白くなっていって、あ、なんかこういうことが多分今私にとってワクワク楽しいことなんだなって思った時に、これをじゃあ仕事にしていくためには、やっぱり少しずつ気づき上げていくものを、まあ手放して、ある程度人に任せて、こう、少し資本を作れるような何かを気づいて、そこでまた自分がやりたいことをどんどんやっていくっていうことにしていかないとなっていうのが、やっぱこの 2年ぐらいですかね、でやっぱすごいいろんな気づきがあったなので、
まあ、今後それをやっぱりやっていくために、今、ユミさんがおっしゃってくれたようなことができていけたら、ベストかなってするんですね。ようこさんの星回りを見る限り、基本的に自分がいいと思った、もしくはこれがやりたいって、ちゃんと表明すると、周りのバックアップがめちゃめちゃ入って、多分勝手に盛り上げてくれて、勝手にさっきのほら爆上がりじゃないけど、そのなんか全部ランチャーにこうね、ブーストがかかってボーンって多分、だから上がって、今のだからケータリング事業もそのスペースシャトルのブースターがこうね、こうガーってこう、成層圏超えちゃったと思うんですけど、多分次のやつもまた超えて、次のやつも超えて、次のやつも超えてみたいな感じで、結局なんかその連合多くみたいな感じになっていくと思うんですけど、うんまあもしくはね、これやったら次にまたやったら新しい柱ができたら、もしかすると、まあ、なんだろう、その中心がこうシフトしていくというかスライドしていくので、エネルギーのかけ方はもちろん違ってくるような気はするんですけど、まあそれもあるかなと思いますけど、でも基本的にはもうその、なんていうんですかね、星回りで見るともう、なんか風土っていうか世の中の面白いもの、まあ楽しいもの、美味しいもの、まあキラキラしてるものの、まあこの表現が正しいかどうかわからないけど、ちょっとトレジャーハンターというか、ハンター的な、ちょっと狩人に近いような、なんか星回りはやっぱあるんで、それを多分幼少期からのその経験っていうか、そのバックグラウンドであったフードっていうか食べ物っていうところにミックスしてやってらっしゃるのかなっていうのは星ではやっぱり出てるから、意外と今後の展開としては、それのフード食材以外のものとかにも目を向け始めると、もうちょっとこうエクスパンションしていくというか、なんか面白いのかなっていうのは個人的にはちょっと思いました。なんかでも本当最近は食にだけじゃなく素材だけじゃなく例えばじゃあ、うん、器だったりとか、まあ、木工作品だったりとか、まあ、そのものづくり全般をしてる人へのリスペクトとがもう溢れ出てきて、まあ、旅してるといろんなクリエイターの方々に出会うから、まあ、そういう人たちの背景だったり話を聞いたりなんでこれを作ってどうしてこの土地に来てとかそういう話を聞いてるのすごい楽しいしなんかそれをじゃあインスタだったりそういう何かで発信したりだとか、まあそれをが逆に今度イベントみたいな、私はキレーションしてなんかイベントやったりとか、そこからなんかいろんな、こう私の多分フェーズを通していろんな人に繋がっていって、こうしてもらっていくっていう、こうその経過を見ていくのがやっぱすごいなんか楽しいというか、なんかそれは料理を作ってるのとはまた違う楽しさがすごいあって、なんか、それは本当に、それをしてると、その地方に行っても、なんだろう。なんか本当に、一日二日でもなんか知り合いができて、仲間に入れてもらって、いつの間にかも二日目の夜には食卓囲んでるみたいなことがしょっちゅうあって、まあなんかそういう多分こう、人を初めての人でも、こう、繋がっていって、こう、その人の輪に入っていくっていうことが、多分すごく得意なんだと思うんですよね。なんかそれを、なんかこう、にしていくことで、いろんな人にこう、すごい抽象的ですけど、伝えていくっていうのが、やっぱり今すごいようにしてるかなって、うん。いや、まあでも、そう、すごい、でもそれがやっぱ向いてるんでしょうね。ネイティブ的にもやっぱりすごい向いてらっしゃいますし、そう、今のお話を聞いてても、いや、僕も結構同じような感じで旅行ってるんですけど、そんな3日目ぐらいでどこどこの食卓にお邪魔してとかない。ずっと僕しれっと、もうそのままなんか、もう、その辺のローアオブゼムでずっとこう、本屋とか行って、家帰って、とかホテル帰って、って、その繰り返しだから、いや、もう同じ旅してても全然なんかスタイルが違うなって思いましたけどね。ね、なんかすごい周りからすごい積極性だねって言われるんですけど、自分ではなんかそんなに、そんな感じじゃないんですけど、いい意味で多分結構日本人と違う、こう、感覚が多分あるのか。なんかでもそれしてると、こう、なんか海外で旅行ってた時とかも、やっぱすごいこう、見知らぬ人に助けられるシーンってすごいあるじゃないですか。うんうん、なんかそれが多分、すごく自分の中でも記憶に残ってて、地方ってちょっとこう、外国みたいなとこやっぱすごいあるじゃないですか。なんか、まあ方言ぐらいで言葉は同じなんですけど、なんかこう、全然と、よーく見ると、顔つきだったりとか、食べ物のその感じとか、全然違うし、なんかそれがやっぱすごい面白くて、なんかその土地を知るには、やっぱその、そこに住んでる人と交わり合うのが一番手っ取り早く、早い。手っ取り早く、同じこと言っちゃう。まあ、手っ取り早い。だからなんかそれをしていくと、よりなんかその土地のことを知れて、で、それを吸収して、
その土地の料理、食材を使って料理するっていうのが多分すごい旅をしてて最高に楽しい瞬間で、でそれをかつその土地の人に食べてもらうっていうことまでできたらもう私としては旅をしてる時のもう最高のストーリーにいつもなるんですけど、現地で知り合った人に一緒にご飯食べようよ、じゃあそのなんか食材持ってきてみんなで作ろうみたいなことすると、なんか自然とこうまだ知り合って、ま、時間は関係なくても、こう、人と距離が近くなるっていうか、なんか食卓を囲むって、やっぱすごく特別なエネルギーがあるなと思って、なんかそれをする瞬間が、やっぱすごい楽しいなって思います。そうですね。うん。でも、それ言ったら、井出さんも最近、地方いろいろ遠征して、食卓を囲んでますよね。お。そうね。だいぶ、まあ、僕は作んないけどね。お店を利用しますけど、食卓を囲むというか、俺が囲まれてるみたいな感じだけど。それはそれで、面白そうです。でも面白いですよね、確かに。いろいろ行けるのはすごくありがたいし。なんかでもあれだね、その、なんだろう、陽子さんがいろいろ見てきてるものとかっていうのをもっと知りたい気持ちになりますね。さっきのさ、主婦がついていけないお料理教室じゃないけどさ、日本全国アマゾン探検隊をちょっとね、やってみてほしいですよね。うん、いや、多分面白いものを見つけるセンサーはすごいある。まあね、私がっていうよりかは、現地の人にめちゃくちゃ聞きまくるんで、それに助けられてる感はすごいある。素晴らしい。まあ、そこが、ちゃんと聞けるっていうところがね、またすごいっていうか、それが才能でしょうね。はい。なんか、地方、今、面白いなと思いますね。この間も高知県にちらっと行ってたんですけど。あ、行ってましたね。はい。やっぱり、なんだろう、食があれだけ豊かなのって、やっぱすごいなぁと思って、もうなんか、そこには感動しました。まあ、なんか、これ、でも、高知に移住した人が言ってたんですけど、確かにってそう思ったのが、まあ、高知ってすごいいろんな柑橘があるじゃないですか。うん、多分、四国、ね、ゆうじさんもそうですけど、本当に四国は柑橘がね、育つのがすごく、まあ、土壌的に合ってるからだと思うんですけど、なんかその高知の人いわく、まあ、カツオにはこの柑橘、このお魚にはこの柑橘みたいに、その柑橘ごとにその料理合わせるものが決まってて、でもそれが分かるって、それのやっぱりそれだけの舌の感覚があるからっていうことだから、やっぱ高知の人たちは、やっぱ食に関してのそのなんだろう、求めるものの質が高いっていうか、そのシンプルなものなんだけど、味の違いがちゃんと分かる人が多いんだろうなと思って、あとそうするとやっぱり飲食業界のレベルが上がるから、コーチってすごい多いと思うし、まあ、そういうのを知っていくと、なんか食べ物にその土地の関係とかしていくとすっごい面白いなと思って、うん、なんか、コーチ、この間でも、去年、オーストラリアのメルボルンに行ってたんですけど、メルボルンとコーチはすごい似てる感覚がありましたね。なんかその食感。なんか、全然違うんですけど、でもメルボルンもやっぱすごい食が、オーストラリアの中でもまあ本当に一番面白いって言われてるところで、それなんでかっていうと、やっぱいろんな国の人が、いろんな、ところが交わってて、まあそうやってたらロンドンとかニューヨークとかどこ行ってもそうだと思うんですけど、まあ、特にオーストラリアってまあ他の国に比べてやっぱ文化がなくてまあいっぱいいろんな人が入ってきて、で、そこででもこう、ロンドンに比べると、こう、アジア人の活躍がすごくあったりとか、レストランでも、その、すごいフュージョンで、すごいこう、クリエーションになってて、日本食なんだけど、ちょっと、右斜め上行っちゃってるみたいな、でも、日本人が食べても美味しい、ちゃんと美味しいっていうのが、なんかすごい面白くて、こんなに食のレベルが高いと、でみんなやっぱ木曜日くらいから毎日ように外食して、お金使って、その外でご飯食べるときにすごいお金を厭わず、なんかそれが、なんかそのレストラン業界の底上げもにもなってて、シェフっていう立ち位置がすごい高級な、ちゃんと高級鳥の扱いにもなってたりとか、なんかやっぱ味の違いがちゃんとわかる人がすごい、フーディーな人がすごい多いなと思って、うん、その感覚が高知県に行った時に同じ感覚を感じました。
でもそれは大事ですよね。で、さっきの話の中で気づきが僕は2つあったというか、面白いなと思ったのは、高知とメルボルンって、よくほら、スピリチュアルの業界で言うと、よく日本のあの形って、全世界のほら、あのなんか縮図というか、掃除系をしてて、縮図だよなんて言われることが結構あるんですけど、だからほら、四国とほら、オーストラリアって形が似てるから、そう、だから結構県民性というか、民族性も結構似てるなんて話も結構あって、で実際、そう。で、実際だから、まあだから、オーストラリアとかニュージーランドって結構ほら、ニューワールド的な感じで言われたりするじゃないですか。で、ね、それで言うと、ついこの間というか、このホニャララにも出てくださった某香川大学の教授の方、講師の方が、こっちの出身の方ですけど、香川にまあ移住っていうか、されて、で、言ってたのが、なんかフラット、香川はフラットだっていう話をしてたんですね。だからこの、なんかヒエラルキーが強いわけじゃなくて、みんなフラットで気さくみたいな。はい。まあ、星座的に言うと水亀座っぽいみたいなことをよく言うんですけど、うん、そう。なので、そういう意味では、オーストラリアも、まあ、いわゆるその、なんていうんですか、英国とかフランスとかみたいに、ああいう、こう、ほら、ノーブル的な階級がある国ではないと思うんですよね。まあ、僕は詳しいとよくわかんないけど、まあ、でもニューワールドだから、多分そういうのじゃない人たちが作ってる国だと思うんですけど、なので、そういうようなところも多分気風も近いよね、みたいなことも言ってたりとかして、はい。だから、なんか何を言おうとかも忘れたけど、例えば、それに多分近しいところが多分あるのかなっていうのと、うん、あとは、なんかそれで言うと、僕四国つながりで言うと、うちの香川県もその柑橘系に関してはあるっちゃあるけど、でもそれ言ったら僕の、ちなみに香川行ったことありますか？香川、直島しかないですね。なるほど。じゃあまあ、僕の中ではあそこは結構香川だけど、なんか独立 自治区みたいな感じだから、ちょっと若干違うんですけど。なので、香川だと、僕正直、前もこれなんかの、おねららでも多分言った気がするんですけど、もう本当にね、産湯がうどんの出汁ってぐらいうどん県だから、さっきのほら、高知のでいう柑橘が、このお魚にはこの柑橘で、これにはこの柑橘ってぐらい、あ、このうどんにはカレーでカレーうどん、このうどんには、ぶっかけ、このうどんには、普通のかけぐらいはわかります。だから何なんだって話なんですけど、でもやっぱり結構そこの麺のこだわりはやっぱり大事だなと個人的には思ってますけど、はいはい、いやそれってやっぱり、いや面白いな、面白いですね。そうでもそれがやっぱ結構各県とか各エリア全然あるじゃないですか、はい、それは本当に面白いなって僕も思いますね。だからナポリ出身の友人が僕同期でいたんです、イタリア時代に。で彼にもうピザの真髄を叩き込まれた時はちょっと本当嬉しかったですもんね。何が美味しいピザかみたいなやつすげえ叩き込まれました。いやなんかそういうやっぱりなんか県民性、まあ、国民性と食つながってる、うんうん、つながってるあのすごいすごい、うん、なんかさ町の小さな本屋さんって僕すごい好きなんですけど、まあ、もちろんアマゾンでも本よく買うしね、便利だし、でも、で、ツタヤさんみたいなね、大きい書店も楽しいし、うちも利用するんだけれども、同じぐらいに町の小さな書店っていうのに、こう、なんつうのかな、ときめくんだけど、あれ何かっていうと、やっぱりその、何でも揃ってることが便利かというと、そうでもなくて、やっぱりそこにこう、ある種の編集とか、セレクトみたいなものが効いてると、なんか、まあ、この人の言うことを聞いてみたいとか、この人の話面白そうだぞとかって思えるのと一緒で、なんていうかね、その人のセレクトを知りたい、欲しいみたいなものもあると思うんですよね。多分さ、日本全国さ、その、今の高知の話みたいにいろんなフードがあって、で、そこに食があって、で、っていうものあるんでしょうけど、それそのままだとやっぱりさ、こう、一消費者たら僕のところまでは来なくてさ。で、そういうのをなんかさ、洋子さんとかがさ、行っては捕まえパッケージにして出しみたいなことしてくださるとさ、なんか、あ、サンペダルのそれだったら美味しいに違いないとか、サンペダルのそれだったら食べてみたいみたいに思える部分もあると思うんですよね。それはなんか、ただパッケージを変えるっていうことじゃなくて、なんかそこがブランドっていうことなんだと思うんですけど、どんどんなんかこう、情報発信というか、なんていうかな、サンペダルの言ってることだからきっと聞きたいみたいに思う人いっぱいいるだろうなと思うから、なんかどんどん教えてほしいなって思いましたね。
するところで、もうあれですか、星トークは今日は大体いい感じ。いや、なんか逆になんか他に聞きたいこととかもしあれば全然、あの時間もあるんで言っていただければ。まあでもこれからの指針、まあ場所を、自分にとっていい場所を知りたいですね。ああ、でも今、ほら渋谷区っておっしゃってましたっけ？そうですね、渋谷区ですね。まあでも渋谷区いいと思いますよ。はい、渋谷区いいですけど、もしこれから会社を大きくして、まあ、大きくなって、本店所在地っていうなったら、だからいわゆるそのアトリエ的なポジションとか全部こう分けていくみたいな感じができるんだったら、本店所在地は港区でもいいと思います。うん、港区、はい。港区。はい。はい。本店所在地は港区でもいい。あの、法人登記の。で、まあ実際その活動場所は、多分これから多分ね、あの、ペダルズになっていくと思うんで、その活動場所は別に港区じゃなくて、もうちょっとこう、スペースが確保できるとかでも全然いいですし、その辺はもうお好きなところでっていうか、全然渋谷区とかでももちろん全然いいと思いますけど、はい。うん。でもやっぱりあの、もうね、中心を狙ってほしいですね、陽子さんにはね。もうその本店所在地とか、なんか、うんぬん。だから、ほら、伊勢丹の話もあったじゃないですか。で、あの普通にウェブに出てるからもうこうやって言っちゃいますけど、ほら、あのアディダスとか、ステラ・マッカートニーさんとか、もういわゆるそうそうたるそのコラボ相手というか、がいるわけじゃないですか。で、やっぱりそういう各界の著名人とか、力がある方たちから愛されたり、フォローされる、まあ、フォローというのはサポートされるっていう運気をめちゃめちゃ持ってるんですよ。って考えたら、もうそういう方たちがいそうなど真ん中に行っちゃった方がいいんです。なるほど。はい。港区を視野に入れて、まだいろいろ言われてますが、ちょっと港区を視野に入れて、はい、もうど真ん中でいいと思いますね。あれはどうですか、課題はないんですか、陽子さんには。課題、うん、あ、でもほら、課題は、その、あ、いや、それは顔出しはないんですけど、あの、そのさっきも言ったようにね、ちゃんと全部あの受け取るっていうことは課題で、うん。で、あとは、もう一個ね、あの、魂の課題の方ではないんですけど、やった方がいいかなと思うのは、あの、もうね、あの、最初は全部受けてたって話をされてましたけど、もう極限まで自分がやることを削った方がいいと思います。すごいなんか、見透かされてるような。うん。極限まで削る。で、っていうのも、あの、ちょっと専門的な話をすると、ヤギとサソリの成分がめちゃめちゃ強いんですよ。で、ヤギとサソリの成分が強いのが、まあ、じゃあもっとカウントしちゃうと、1、2、3、4、5、6、10分の6、西洋占星術って一応、天体で言うと10個しか使わないんですけど、10分の6がヤギとサソリなんですよ。つまり過半数が、陽子さんはサソリとヤギでできてるんですね。で、それどういうことかというと、要するに忍耐力っていうか、もうガチで、もう地平の覇王が何やろう、何なんだろうが、最後までやり遂げるっていうのがその2トップのヤギとソウリなんで、それが強いってことは、ほっといたら多分ガチでいろいろやっちゃうんですよ。もう、あの、地平の覇王までみたいな。なので、まあ、今回はね、あの、幸いにも何もなかったですけど、その前にもだってほら、ちゃんとシフトチェンジ ね、してきたから。なので、もうちょっとスローダウンというかペースを落として、あの、もう、いたしませんをもっと極めて。いや、だから最初に、あの、その、なんだろう、他に解放せずに一人だけでやってたのを緩めたっていうのは大正解なんですけど、ただ、それをもうどんどん人に委ねて、もう自分はまあコアとなることしかやらないけど、もうあとはもう全部周りに任せたぐらいできるといいのかもしれないですね。それぐらい、もう、任せちゃう。はい。じゃないと多分本当に武士みたいにっていうか、多分本当にもうファイターみたいにガシガシ多分1から10まで多分全部やっちゃうと思うんで、で、しかもできる方だからしかもそれやっちゃうんですけど、でもこれもっとじゃあ一番残酷な、いやもう残酷、まあいいや、サソリ座だからいいや、もう言っちゃいますけど、なんか、あの、毒を制するにはもう毒を制するしかないから言っちゃいますけど、ちなみに陽子さんサソリ座なんですけど、あの、読者のためにとかのこの、あの、ガヤの神様たちに言っちゃいましたけど、あのですね、ちゃんとするを下脱するのが今回の人生の課題です。ほう。なるほど。はい。はい。うん。もっと、いい意味でもっとバグって大丈夫です。はい。なるほど。はい。うん。
だからこうなって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 こうなるじゃんみたいなのが成功法としてあったら、もともとその成功法にのっとって進むっていうその面識は持ってらっしゃらないから、裏技で全部いくよっていうのがいける方なので、だから裏技上等で、でも成功法ので頂点にいる方たちからサポートしてもらえるんだから、だからこの人たちのサポートをうまく使って、私は裏技で成功するんだイエイみたいになったらもう大成功です。すごい。もう、ここの下のテロップが、もうなんかすごい。そう、なので、そこを、もう、それをやる自分を、なんか、あ、汚いなとか、嫌だなとか、なんか、みんなはこうやってやってるのにとかって思わなくていいよってことで、なんかその B 面を使うことを許すっていうことが大事です。なるほど。それ、すごい、なんか、この5、6年で、もう痛いほどわかりますね、なんか。自分で全部やっちゃうっていう。はい。本当。そう。うん、でだし、なんかみんなはホップ、ステップ、ジャンプかもしれないけど、私はなんならもうヘリコプターがやってきて、一番上までなんか誰かが届けてくれちゃうもんねぐらいの、なんかそんなんで、そんぐらいでいいんですよ。最高じゃん、最高じゃないか。そう、人によってはね、ここだけ切り取ったら、そんなんすごい、陽子さん、ラッキーじゃん、最高じゃんってね、取られるかもしれないけど、でもやっぱり星の面白いところは、それをなかなか許せなかったり、なかなか、うわ、そんなんでいいのかなって葛藤があるのが、まあ、陽子さんの人生だから、人によっては、そんなんもうね、全然ね、ロールスロースが迎えに来るならそれでいいですって言える人もいるかもしれないけど、いや、私はもう自転車でいいですみたいな、もうペダルこぎますみたいに、多分なりかねない陽子さんだから、そう、そこですよ。そこもね、サレンダー、あ、これがいい言葉、サレンダーするのが大事。もうなんならもうあのお弁当がデリバリーで来る代わりもサレンダーってなんかこう綺麗に書いて送り届けたいぐらいですけど、なんかサレンダーですみたいな。もうじゃああれだ、明日から3ペダルじゃなくて3コプターだ。まあ、そんぐらいの、そんぐらいに言いますいいと思います。なるほど。今までもなんか最初それこそ自転車で全部配達してたんですね。で、あの、ウーバーイーツバッグを友人から買い取って、そこに3ペダルのロゴを貼って、自転車で、あの、配達してて、まあ、11、2個ぐらいまではお弁当が入るんで、まあ、普通のね、少なめのクルーの現場だったら届けられてて、まあ、だんだん腰がちょっとしんどくなってきて、やめたんですけど、で、それから途中からまあ、車で配達するようになって、まあ、それも3ペダルじゃなくて3カーだね、みたいなことを冗談で言われてたんですけど、まさか、ヘリコプターは今まで言われたことない。さらに上行く感じですよ。今までにない。それぐらい考えちゃっていいのか。いや、なるほど。すごい興味深いです。で、星回りを見る限りは、まあ、ご自分が どれぐらいまで到達したいかみたいなことを考え、どれぐらいのことを考えてるか、ちょっと僕全く想像できないですけど、もうかなり社会的にガツンって狙える方なので、星回り見ると。で、そのアクションこそが、まあ、なんか影響力を持ったり、周りの人の意識を変えたり、つまり、なんか職にまつわることとか、もろもろのアップデートを上司から任されてるから、その時バックアップが来るんですよ。つまり、やってることが世の中にルフ、ね、広がりやすい面識を持ってるんです。だから、ガシガシやることが、つまり現場でやるっていうよりは、むしろそのアンテナを立てて、それを、で吸着したものをやっていくっていうことこそが逆に言うと最大の社会貢献だから、そこを意識していただくと、ちょっと動き方変わってくるかもしれないですね。なるほど。楽しみ。社会的に。僕にまつわるアップデートを準備してくださる。かみしめてる。はい。まあ、さっきも器みたいな話もありましたけど、だからまあ食だけじゃなくても全然よくて、本当にもうすべてって言っていいと思いますけど、そうそう、うん、なんかまあ食、まあ、まあ、すべてって言っても、まあ、その、なんていうんですか、家の中のものっていうか、家とかレストランの中のものってイメージでいいと思うんですけど、テリトリーは。そこに、あの、だから政治とかっていう意味じゃなくて、って意味ですね。うん。そのあたりでのアップデートを任されてるアップデーター役なので、もうガシガシひらめきのままに活動していただいたら、もうサポートが全部来るから、そこでもうあとは、さっき言ったように、あとはもうヘリで移動ですよ。すごい。3カーよりは3コプターの方がなんか、
これはいいよね。そこですか。じゃあ、新しい何かを立ち上げるときは、サンコッターっていうのを使う。サンコッター部門って何か。でも、あれですもんね、意味軸もさ、ちゃんとラベルとかに書いてあるのね。It's not only a way of eating. It's a way of living. そう。いや、本当に。それは結構、当初からずっとフレーズとして言っている言葉で。まさにですね、未来を暗示してる。うんうん。ごめんなさい。なんか言いかけました。どうぞどうぞ。あれでしたね。そんな陽子さんのお料理をみんなが食べる機会がある。春分に向けてなんか商品発売されるっていうことでしたよね。はい、ありがとうございます。言っていただいて。いくつか、そうなんです。お店がないので、こう食べる機会っていうのが普段、サンペダルジを取り扱っていただいているお店とか、そういった形になるんですけど、サンペダルジオ以外にもう一つアイコニック的なオリジナルのスイーツがありまして、エナジーボールというんですけども、こういうやつですよね。あるの？なんであるの？あるんですよ。これちょっとムキムキしますね。こういう見えますかね、こういう感じ。すごいテレフォンショッピングみたいになってました。なんであるの？こういう感じです。では、もちろん色は天然で、ブルースピルリナとかフルーツとか、天然で色味をつけている。いわゆる海外とかだとグリーンボールっていうふうに言われてたりするんですけど、きな粉だったり、ハトムギだったり、いわゆる穀物だったり、デーツとか、ローストしたナッツとか、いろんな穀物をこうギュギュッと、一つ一つ。オリジナルのスイーツになってまして、実食が始まりました。なんかあれかも、ユージさん、マイクが紙に当たってるかも。紙？あ、はい。が、うん、はい。うん、今だ OK ですね。はい、なんかちょっとすみません、なんかこんな感じ。冷凍状態でこう食べるスイーツなんですけど、冷たいんですか、じゃあ。基本は冷凍庫からこう出してすぐ食べていただいて、でも溶けたりするものじゃないんで、今みたいに別に常温になってても問題はないんですけど。じゃあもう今、ユージさんの口の中にもアマゾン探検隊が広がってるわけ。はぁ。何この格差社会。いや、伊出さんとユージさんにそれぞれ実は違ったものを私送っていて。ほう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 。っていうのも、ユージさんは一度やっぱりお弁当食べていただいていて、ある程度やっぱりこう、ちょっともうベースがあるので、こう、これをお送りして、で、さんはちょっと初めましてっていうこともあって、こう、ちょっとまず、スタンダード商品をお送りさせていただいた所存なんですけど。ちぐでちゃうね。まさかこんな風になってしまうとは思いました。すいません。いや、僕は KY みたいなことがして、すいません、なんか。でもほら、ね、この PR に使えるかなと思って。楽しみですね。サンペダルジオに継ぐというか、むしろサンペダルジオより前に、サンペダルが始まった当初からあるスイーツなんですけど、もう改良に改良、レシピをいろいろ変えながら作っている商品で、ナッツとドライフルーツといろんな穀物がギュギュッと一粒に詰まった、ほろほろザクザクした、冷凍で食べるアイススイーツになっていて、いろんな色がとフレーバーがあるんですけど、それを不定期でいつもオンラインで販売していて、ちょっと今年は2月に伊勢丹だったりいろんなイベントがあったので販売ができていなくて、で、その3月21日の春分の日に、エナジーボールと、あとちょっとやっぱり5年、走らせていただいて4月で6年目に突入するので、いろんな感謝を込めてます。かなりお得な、なるほど、8点ぐらい商品が詰まったいろんな愛用してるオリーブオイルだったりとか、サンペダルジオを使ったいろんなコラボ商品だったりとかが入ったボックスを、春分の日の夜8時から販売します。それが一応キンキンである商品で、あとは伊出さんにもお送りしたサンペダルジオは一応
オンラインでも、三越伊勢丹のオンラインだったりとか、あとは沖縄、群馬、東京、代々木上原のガイアさんとか、あとは私のオンラインでは詰め替え用のお得なリフィルが一応購入できます。和寄せっていういろんな形で使えるアンペダル必要になっていて、あとは、もう一つ近々だと3月の31日と4月の1日に、ザ・リトルショップフラワーズさんっていうお花屋さんが、イートリップさんの横とかにあるお花屋さんがあるんですけど、こちらの店舗が渋谷のパルコの1階に、ありますね。出してるところがあるんですけど、そこで、ひよこ豆のフムスって私のお弁当とかにもよく入れてる、中東の豆のディップで、私のデリの中では割と、常連のメニューなんですけど、それが、一応テイクアウトの形にはなるんですけど、でもナチュールワインとその食べるときにその場でも軽く食べれるのかな。一応31日と1日。店内は結構こじんまりした感じの、スタンディングバーみたいな感じなので、うん、そんながっつりお食事できるっていう感じではないんですけど、渋谷のパルコの1階のリトル、バーオブフラワーズっていうお花屋さんのところで、フィニッシュのテイクアウトができるので、お花見とかにも、お花とワイン、お手土産にも、お花とフムスとワインと手土産にもいいんじゃないかなと。いいですね。一応キンキンだと。そうですね。なので、あんまりこう、常に何か買える商品が食べれる場所があるわけではないんですけど、一応キンキンだと、このあたりが告知できる内容としては。でも、いろいろ機会がありますね。そしたらね。そうですね。あとは、まだ公開になってないんですけど、はい、今月末発売の何かの雑誌に、レシピが、5種類ぐらいのレシピが載るので、そちらもぜひ、お願いされたら。すげえふわっとした告知じゃないですか。全方面チェックしとけよみたいな感じです、ね。まあ、多分あれですよ、ほら、インスタちゃんとほら、ね、フォローしておけば、多分そこには多分出るはずっていう。そうだよ。そうですか。それ楽しみですね、でも。そうですね、レシピ5種類も掲載すること、まず今まで全部、見てみよう。なんか、さっきもお話してたように、お断りしちゃってたので、すごいもう解放された、もうみんなにぜひ、お家で楽しんでもらえるように。うん、春野菜を使ったレシピがいろいろ載ってるので、そちらもぜひチェックしてほしいです。すごい。もう、活動いっぱい。でも本当活動的ですよね。本当に。いや、でもペダルね、こがないと止まっちゃうんでね、進まないと。名前の通り。進むしかないですよね、とりあえず。まあ、確かに。ただ、それが気づいたら、あれなんかペダル漕いでたけど、もう実は気づいたらコプターに乗ってるんじゃねみたいな感じに、なんかあれみたいな、もう漕がなくていいんじゃねみたいな、なんか気づいたらそうなってるでしょ、多分ね。いやー、どうなんですか。いや、でもなんかそういうふうに、今までもなんかこう、直感的に、導かれるように、あ、これだ、これを今つかまなきゃいけない、この人と何かを やらなきゃいけないというと、すごいなんかこう、なんかわかんないですけど、天からのおしめしじゃないですけど、こうなんか、多分この間でも知り合いに言われたんですけど、いや多分第六感的なものが、まあ、霊感があるとかじゃなくて、こう直感的にこうやるべきことがすごい見える、それもなんか一つの、なんか第六感あるよねみたいなこと言われて、あ、そうなんだ。人に言われて初めて気づいたんですけど、そうなのかなーって。多分ちょっと。保守的にはそうですよ、ね。保守的にはそうですよ。あ、そうなんだ。なんか動物的というか、ちょっとこう、動物っぽく感覚的に嗅覚で何かを察知しているような、そんな気が常にしています。まあ、それだとほら、アマゾン探検隊のボスですからね。そりゃそうですよ。うん、すごい、なんか今もう、映像で CG でもアマゾンの中をこう。そうですよね。密林がこう。後ろに井出さん、テイさんついてくる。
そう、池田が塩を持ってると、なんかすごい切ない気持ちになるんですよ。いや、それ送った本人がそれ言っちゃいけないやつね。次のセカンドストーリーが実はあって、私の中では、これが終わった後に、この感謝を込めて、上さんとユージさんにお食事を届けるっていう勝手な。おでそれなんかさ、なんかできないですか、一緒にいただくみたいなの。一緒にいただく。お弁当なんですか、うん、お弁当、はい。お弁当一緒にいただく、どういうことでしょう。その食卓を囲む的ななんか。全然そちらでもいいですし、そんな感じでも、うちでよろしければどうぞ。どう決まりした。もちろん。ありがたい。いや、でもまあ楽しみですよ。もう絶対作ってやると思ってるから。いや、もう、いや、ほんと、伊勢さんにも、ほんと、ガチで、異次元をね、体験してほしいです。うん、ちなみに、今ね、質問が1個来てて、予約できるんでしょうかって、これ多分、エナジーボールのボックスとかのことだと思うんですけど。エナジーボール予約とは返しされてない。予約できなくて、いつも、ありがたいことに、皆さんアラームをかけて、開始と同時に、ポチリ大作戦を皆さん頑張っていただいているので、ちょっとその時間にスタンバイしていただく感じになります。ちょっと、はい、リトルバーフラワーズさんのフムスは、ちょっとそのあたりがまだ、そのあたりはインスタで予約ができる、できないとか、そのあたりはインスタでお知らせになると思います。でもあの感じだったら行って買ってねって感じですよね、きっとね。はい。ちょっとそれもお知らせします。はい。ということで、春の活動満載の陽子さん、どんな感じでしょうか。はい、だいぶ笑わせていただきまして、ありがとうございます。なんかいや、でも、井出さんにお塩を送るっていうところの、うん、まあ、ところも、またすごい僕はセンスがいいなと思いましたよ。そうですね、まあ、結構あれですよ、こんなに塩もらってる人も、まあ、そうそういないんじゃないかっていうので、ね、いろんな塩いただきまして。それはあれですと、割ともうプレーンな味が、なんだろう、ブレンドされてない塩です。いや、いろいろですよ、神社の塩もあるし、海の塩、山の塩、いろいろあるし、あと、神社だってお清め用の塩とかね、あとはなんだろう、この間いただいたのはね、塩おでんとかっていうなんかいただいたりとか、塩のスイーツいただいたりとか、そう、塩おでんって、おでんの素みたいなやつ。でも地元の人誰も知らないの。そんなのあるんですね。みたいなね。はい。皆さん、じゃあ、ポチリチャレンジの準備を今からしておきましょう。そうですね。アラームセットする方結構多いんじゃないかなと思いますね。ねえ、ぜひぜひ。うん、食べてみたいもんね。うん、はい。ぜひ、井出さんにも食べていただいたのをね、ちゃんとこの視聴者の方にも、ちゃんとそれを食べてもらいましたよっていうのただのだだっこみたいな。なんかね、さっきちょいちょいもアマゾン感をね、どうぞ。いやいや、その口の中のアマゾン感を井出さんにも体感していただきたいですね。はいよ、来ますよ。ヘリコプターでアマゾンまで。口の中。いや、もうキンキンに、もうこういうのは温度感が大事なので、この今井出さんが食べたいって思っている間に、もうお届けに走りたいと思います。すごい、ガチで辛いそうだ。え、本当に。本当に届けますか。ヘリコプターちょっとないんで。もうさ、そうなんだったら俺さ、最初からそこで今日やればよかった。そこ行っとけばよかったな。そんな遠くないし。はい、すいません。じゃあ、はい、そんな感じですかね。うんうん、ということで、今日のゲストはサンペダルの陽子さんでした。皆さんもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。